今ご紹介に預かりました北澤でございます。このセッションのテーマは同時代美術のことですが、美術の大学を巡ってです。モデレーターとして、この第3番目のセッションにあたる、ディスカッションといいますか、シンポジウムの内容について、多少説明させていただきます。まずそもそも、すでにお話がありましたけれども、このシンポジウムは近代以降に、構築された美術概念の、不備を検討し、またその現代の美術力を減らすことで、そのアップデートを試みるべく今企画されたものであります。このセクションでは現代における美術のあり方の変化によってもたらされた危機について、取り上げるということになります。具体的に申しますと、従来の準備体制をもってしては捉えきれない評価するが、美術の場のことに、次々と出現して今日に至っているわけですけれども、このような美術の内容は美術の分類、を問題として立たせるばかりではなくて、美術ないしは芸術という基本的な分類、までに揺さぶりをかけて、美術という名のもとのジャンルとしたもののこと、美術というジャンルですね、美術という名のジャンル、これにも揺さぶりをかけて、そういう状況があるというふうに考えています。本日はそのような状況が、美術の分類にいかなる影響を与えているのかを、作家、批評家、キュレーターの発言によって、あぶり出していきたいというふうに思っている次第です。美術の現場で精力的に仕事に取り組んでおられる5人の方々にお集まりいただきまして、言ってみれば美術の現場と美術館の現場における分離闘争の、ライブレポート、これを行いたいということであります。お集まりいただいたのは、美術評論家の久住蓮さん、それから作家の白川義雄さん、東京都現代美術館の加藤博子さん、ウエストサイド美術館の上松恵子、ゆかさん、それから東前橋の杉本文子さんです。それに加えて私が、発表をするということで、計6人となります。で、またそれぞれの発表について、コメンテーターにご発言をいただき、すべての発表が終わった後、今日の最後の時間です。いっぱいになりますけれども、そのコメントに基づくディスカッション、あるいはクロストーク、試みたいというふうに思っております。発表にコメンテーターをご紹介しておきますと、まず私の発表に関しましては、加藤博子さんが、久住蓮さんについては私が、白川義雄さんについては、住友文彦さん、また加藤博子さんについては、京都国立近代美術館の松原隆一さんが、それから、上松優香さんにつきましては、東京国際研究所の山梨英子さんが、それぞれ、コメントをし、そうだ、最後の住友さんについては、久住蓮さんがコメントをする、いうような形になっております。では、僭越ながらこの私が、本日のシンポジウムの節目を切らせていただくことにいたします。ここにもすでに出ておりますけれども、題しまして、美術におけるオルタナティブの対抗と美術館、日本社会の事例に即して、そのようなお話をさせていただきます。1980年代から2000年代に至る日本社会における美術、美術館の関係を、概観しながら、このセクションで扱われる問題の概要を示して、合わせて、いくつかの論点を、提示できたらというふうに思っております。まず、美術館の時代の到来と題しまして、1980年代から2000年代の前半の状況を考えていきたいと思います。1980年代から、2000年代にかけて日本では国立公立、そして私立の美術館が全国に次々と開設されていきました。これは前代未聞の出来事でした。日本に最初に行ってきた美術館が1877年の内藤館博覧会で登場するわけですけれども、そしてまた美術館を名乗る構造的な建物として、東京府美術館ですね、これが登場するんです。それが60年ぐらい前ですね。で、最初の美術館ができてからおよそ100年経っています。で、そのような時間を置いて、ようやく、いわば美術館の時代が到来した。
というふうに言えるのではないかというふうに思います。で今申し上げたようにその美術館の乱立というような状況があったんですけれども、これは当然ながら美術界の大きな影響を与えるにはありませんでした。それを美術館がジャーナリズム、マーケットを従えて完全に美術界の中心にすることになさったわけです。美術館の中小作品によってマーケットの様相は一変していきます。できていた美術館について、映像でご覧いただきますと、国立国際が1977年ですね、一時ずつ長くなりますので画像だけで話しますけれども、こういった美術館が次々と登場することによって、美術館の収蔵活動はマーケットを活性化し、画廊、ジャーナリズムの関心も美術館を指針として合うようになってまいります。またその美術館という、トポスの形成は新たな文化リーダーの登場と連動していました。美術館の企画に携わる学芸員たちは展覧会と芸能活動によって新たなトピックスを次々と打ち出していくことになるわけです。国公立美術館に焦点を絞っていくならば、美術界に新たなその官僚主導体制が敷かれたと、いうことができるのではないかというふうに思います。こうした状況は行政によって美術界が導かれた明治時代の再来を思わせるところがありました。90年代半ば以降になりますとバブル経済の崩壊と地方財政の逼迫によって、美術館の活動は急速に勢いを失ってまいりますけれども、美術館の持つ力は今もなお決して失われてはいません。侮ることのできない存在として美術館は美術館に君臨し続けているというふうに、見ております。美術館創立ラッシュの経済的背景、としては、オイルショックを契機とする、経済安定、成長期に入ったということが挙げられます。産業構造について言えば鉄鋼造船などのハードな、産業が後退してサービス業主体のソフトな産業が、中心となっていったわけですけれども、これを大きく見て取れば、工業社会から情報社会の転換と見ることもできます。こうした状況はライフスタイルそのものを売り物にしたセゾングループの活動に端的に慣れを生み出すことができます。言い換えれば文化というものの商品的価値が改めて見直された時代、一言で言えば文化産業の、台頭が美術館の時代の背景を成していたわけです。次に政治的背景としては80年代から90年代初頭にかけて冷戦体制の終焉過程を経て、ネーションステートの意義や、改めてその問い直されるように時代でした。国家という政治的な分類の意義がですね、問い直される状況が到来したわけです。具体的に言えば社会主権が、ネーションステート体制と移行する一方で、旧来の自由主権では EU の動きに対応されるように国境が相対化されていくという、廃反する、世界史的動向が並行して見出された時代です。一言で言えばネーションステートをめぐる分類闘争の時代であったということができるのですが、この問題は今もなおくすぶり続けております。思想史的にはモダニズムの批判的検証が様々に行われ、科学の時代としての近代を維持してきた大きな物語、あるいはメタ物語が終焉を宣言された時代です。科学ばかりではありません。例えばネーション、国家、革命、個人、そして美術、芸術など、近代的諸概念を勝ち続けてきた近代の取り組みイデオロギーが急速に力を失っていた時代、そしてそれに代わって解決なき、スクラセックなポストモダンの理論が、あるいは理論が思想界を制圧していくことに、なった、そういう時代であります。美術館におけるじゃあ美術の状況は果たしてどうであったか、当然そこに目を向けなければならないわけですけれども、日本の状況に即して申しますと、60年代の反美術アバンギャルド、美術が美術に対抗的に、関わるアイロニカルなムーブメントが、60年代の末のモノハにおいて極点に達しまして、それ以後の状況を受けて美術の新たな可能性が模索される、そういう時代でありました。世界史的観点から言えばモダニズムの還元主義が、平面性の絵画や、あるいはミニマルアート
のスペシフィックオブジェクトにおいて極相をあらわにした、時代、それ以後に、どのようにして美術が改めて、可能となるのかということが探求されたそのような時代です。例えば80年代の新証言主義の台頭に顕著に見られるようにイメージ性の復元やそれから新たな媒体の模索など、まあ、美術というものの可能性がさまざまに探求されるようになっていったわけです。美術の社会的存立に関わる危機意識が、まあ、美術という分類枠を、現代的視点から捉え返すことを促し、これによって美術を再活性化あるいは再構築、我々のテーマであるアップデートしようとする動きがこの時代に起こったわけです。これを一言で言うならば美術への回帰というふうに呼ぶことができるのですが、美術館の交流はこうした動きと機密創生して始まったのでした。これは決して偶然ではありません。美術館という施設は美術という制度を優待化したものに他ならないからです。美術の再活性化や再構築は、美術の再制度化の企てでもあるというふうに言えると思います。ただし、美術への回帰は単に反動的な動きだったわけではありません。回帰の契機となったのは、危機の意識であり、それはアバンギャルド系現代美術の自己批判的発想に発したものでありましたから、アバンギャルド系現代美術の、自制、自らの起こし方への反省によってですね、美術の絵の回帰ということが行われたわけで、そこには当然ながらラディカルな批判的次元が伴われていたわけであります。それゆえ美術のそして絵画や彫刻の再活性化あるいは、アップデートは勢いオルタナティブへの、模索という方向を取ることになりました。そして、それゆえにですね、美術のアップデートは美術という、それから美術における再分類、これを促さずには起きませんでした。70年代後半から90年代にかけての出来事です。オルタナティブアートの台頭ということが気になるわけですけれども、言うまでもないことながらオルタナティブを求める美術の動きはこの時代になって始まったわけではありません。現代美術や現代アートと称されてきたものは、要するに既成ジャンルに収まらないオルタナティブアートにもからないわけです。その歴史は20世紀初頭のアバンギャルド美術まで遡ります。しかしながら70年代後半から90年代にかけて見出された、オルタナティブへの動きはそれ以前のアバンギャルド美術とはかなり趣を異にしていました。アバンギャルディズムを特徴づける既成ジャンルや美術への否定の構えは何を潜めることになったのか。例えば長い歴史を背景とする既成のジャンルを具体的には絵画や彫刻といった分類面を前提とするオルタナティブの、探求、つまり別の絵画別の彫刻の探求が、行われた。それが、スタートだったわけです。ただしオルタナティブの探求は、既成ジャンルを前提とするものばかりだったわけではありません。従来とは全く別の媒体や、ジャンルの探求も行われました。例えばインスタレーションやパフォーマンス、また、社会現実へ介入を試みる、アートプロジェクトなどです。これらの探求は反映して典型的に見られるアバンギャリズムの否定性を感じさせない点において、つまり対抗性ではなく新たな媒体やジャンルを打ち立てようとする創発性や積極性において際立っていたというふうに思います。パフォーマンスやインスタレーションの手法によって現実に踏み止めとする動きは、芸術や美術に課されてきた制度的限界を、当然ながら踏み越える動きであり、美術ジャンルの批判的乗り越えを目指すプラクシスであるということができるんですけれども、これは一言で言えば脱美術とも称しうると思います。こうした動きが起こった動因としては先に挙げた美術のモダニズムの行き詰まりということもさることながら情報時代の到来ということも大きく作用していたと思います。人物を救い出す言葉を社会的価値の基準基軸とする、工業社会と共に登場した美術と呼ばれるジャンルが、工業社会が遠ざかる状況において変質を余儀なくされていたということです。人物から情報へ物から事へと基軸を転換することが求められたわけで、美術は造形という語を持つ人は捉えがたい、別の手法を多様に派生させ始めることになります。パフォーマンスインスタレーションという演劇的とも評されるジャンルの台頭はそのことを端的に物語っていると言えます。
アプロプリエーションという挑発的な名のもとに情報の引用を推進するシミュレーションにしてもそのラディカルな一様態であったと言えると思います。もうちょっと交代していただく白川さんです。そのじゃあ美術館とそのオルタナティブアート、オルタナティブがどう関わっていたかという声に目を向けていきたいと思います。まあ、以上のようなデイコートの進行過程は80年代以降は美術館建設ラッシュと重なることになるわけですけれども、先にも指摘しましたようにオルタナティブアートの模索は美術のアップデートであるという点で美術館の建設と相通ずるところがあり、両者はやがて密接な関係を結んでいくことになります。今日見られるようなオルタナティブアートの流星は美術館のバックアップによるところが大きいと考えられるわけです。これも半減自然のオルタナティブの探求とは大きく異なっていると言えます。半減自然のオルタナティブの探求はオフギャラリーという、言葉に、当時の言葉に示されるように美術館の外部を主要な場として展開していたからです。美術館とオルタナティブアートの関係は美術館の乱立という状況によって加速された面もありました。美術館の乱立状況は当初、ご当地作家を中心とする日本近代美術の見直しを推進して、いうことになるのですが、それが成果を上げ始め、ルーティン化してしまうと新たなコンテンツを探し求めて比較の競合状態に入ってまいります。理解では展覧会それ自体が作品として評価されるような状況が到来するわけです。その時人目を引いたコンテンツの中にいわゆる現代アート系の作品がありました。こうしてオルタナティブアートがインスタレーション、ハイテクに基づくテクノロジーアート、ビデオ画像の投影によるムービー、美術と非美術の境界にたどり着いていた写真、それから漫画、腐食、アウトサイダーアート、アジアの近現代美術、建築、批評など、オルタナティブなジャンルが、あるいはその作品が、さらには大衆アバンギャルドや具体美術協会などの歴史的アバンギャルドが、美術展のコンテンツとして注目を集めるようになっていきます。そればかりではありません。オルタナティブアートはオルタナティブな企画を生み出しやがて美術館をも変質させるようになっていきます。本来光に満ちたはずの場所である美術館に上映のための暗い部屋が設けられるようになり、サウンドやが響きなり、そういう場になっていくわけです。ことからは企画や展示に関わるばかりではありません。やがて事態は収蔵にまで及びます。美術館コレクションの分離と管理に関しても未曾有の経験に対処しなければならなくなるんです。以上のような動きの中で企画を現代アートに焦点化する美術館が次々と現れ、先ほどさらっと写真で見ていただいたような美術館がそれに相当するわけですけれども、現代美術館を名乗る施設も登場してくることになります。最初の現代美術館は広島ですかね。さてその現代美術館の、先駆けとなったのは西武美術館でありました。この美術館は1975年に開館し89年にセゾン美術館と改称することになるのですけれども、75年の開館に際して当時社団法人セゾン文化財団理事長だった高津澄誠司はスピーチの中で次のように述べています。私たちがこれから取り扱う作品はその意味では分類学的な境界を無視していると言えましょう。その結果として印刷、映像、生活美術等に対象が広がっているという印象を見る人に与えることになるかもしれないと思います。ただ多種多様の作品を通して常に時代精神の表現の場であってほしいと願っています。分類学的な境界の無視はまさにアバンギャルディズムの特質であり、それがオルタナティブなアートの特質でもあることは言うまでもありません。これは皆さんのお手元に配ってある読み上げ原稿にはない部分になりますが、セブスについて、先ほど画像を見ていただいたような現代美術館が次に出てくるわけですけれども、それはそのオルタナティブスペースの、台頭も伴っておりました。原美術館もそうですよね。もともと住宅だったわけですから、それから佐賀町エキリプトスペース、これも食料倉庫そのままというか転用したものでありました。それからそういった発電所美術館もそうですね。あるいは3331アースチルダー、これもオルタナティブスペースといっていいと思いますが、やがてその美術館のオルタナティブも登場するわけです。例えば青森県立美術館、青木淳の設計による、この美術館のホワイトキューブの展示と、土の床や壁を露出させた
土の、展示室が対極的に配置されているわけですけれども、オルタナティブを受け入れた美術館は自らのオルタナティブを探し求めるようにやがてなっていた。このように、まとめることができるのではないでしょうか。次、アートという外来語、アーツ前橋という名前にアートという言葉が登場して、現代美術館からアートの館へと、大きく名称においても変わっていく、そんな印象を強く私受けておりますけれども、この外来語の、由来といいますか、ありようといいますか、意味といいますか、それについて多少考えを述べさせていただきます。現代美術館に見られるようなその制度によるオルタナティブの取り込みは一見、美術領域の、拡大をもたらすように見えますが、美術のオルタナティブの基調をなすのは、美術領域の拡張であるよりも、むしろ美術と呼ばれてきた領域から脱却しようとする意思、先ほど申しましたが、脱美術の意思であるというふうに考えられます。そして今、それはかつてもそうであり、今もそうだと思うのですけれども、例えばその演劇性を帯びたパフォーマンス、インスタレーション、また現実介入型の、アートプロジェクト、これらについては明らかに脱美術的な動きと見ることができます。こうした企てが視覚的な造形を目指してきた美術という近代のジャンルの輪郭を曖昧化することになるのは本まではありません。オルタナティブ思考は、究極的には美術のオルタナティブへと向かう脱美術的な動きへと、修練していきます。そのことを端的に示す言語史的事例があります。アートという外来語が70年代半ばあたりからしばしば用いられるようになったことです。外来語の軽やかな響きに惹かれて美術や芸術と変わらない意味で用いる、軽薄な用例が多かったことは確かでありますけれども、しかしこの単語の使用は旧来の美術芸術では把握しがたい、事態が増大したという現象を、たとえ、無意識的であれあるにせよ、受けてのことであると、考えられます。例えば社会現実への介入を志向するアートプロジェクトを鑑賞性をという定義を含む芸術性や美術の概念で捉えているのは難しいです。ここでは、芸術の上位概念、上位に属する、技術という概念が要請されるはずなのです。ところがそれにもかかわらずプロジェクトアートは一般に美術領域の事象として認識されているとすれば、一体どうすればよいのか。このような事態に対処する上でアートという外来語は極めて便利な言葉です。その言語であるアートは、技術、芸術、美術という意味の広がりを、持っているからであります。アーネスト・フェノロッサですが、彼は1889年東京美術学校で行った美学の講義で、東洋には美術という分類がなかったために生活と美が切り離されることはなかった、これは東洋の一大幸福だと、述べていますが、近代の出口において日本の、美術はアートという概念に富んだ、語をテコにして改めて一大幸福を、目指しているなということができるかもしれません。岡倉天心、に言及いたします。天心は1876年のセントリス万国博覧会の学術会議で、モダンプロムスプログラムインペインティング、海外の近代の問題と題する講演を行いました。でその中で近代をこの分類の時代と呼んでいます。しかし以上見てきたように、その近代の出口、岡倉天心がこの分類の時代と呼んだ時代の出口において分類そのものが、絵画彫刻といった美術における分類と、それから美術という分類のそのものがですね、危機に陥っているというふうに、見られるわけであります。しかもこのような分類の危機はインターネットあるいはデータベースという知のテクノロジーによってさらに深められつつあるように思います。インターネットにおけるキーワード検索では対象にまつわる背景的分類、クラシフィケーションですね、を考慮する必要がないからです。もちろんキーワードの背後に控える、語彙、これについてはその分類体系というものが非常に大きく関わっていることは否定できないのでありますけれども、その語彙に関してもまたアートという外来語の台頭に見られるように大きな変化が、訪れつつあるのではないかというふうに思います。オルタナティブな時代にまつわるアイロニカルなパラドックス、どういうことかと申しますと、美術のオルタナティブと美術館との関わりは、オルタナティブによる美術館の変質を促すと同時に、オルタナティブは美術というメインストリームへと
回収されていく動きを加速せずにはいません。制度の表彰としての美術館がポルターノ国を取り込むことは美術というシステムの内部が複雑化するということであり、これによって美術というシステムは美術の現実が及び複雑さに即応することができるようになるわけなんですけれども、しかしこれによって美術という社会的な部分システムが、そのあり方を曖昧化せざるを得ないという規定も同時に伴って、いるわけです。一方、オルタナティブは近代によって造形のメインストリームであった美術のシステムに取り込まれることで、オルタナティブたるゆえんをですね、限りなく曖昧化していく、こうした二重の過程が様々に展開されていったというふうに考えられる、そういうことです。で、かかる時代に美術館は一体どう対処すればよいのか、それについて考えるのがこのセッションの目的なんですが、コーディネーターとしてこの問題に関わる試験を述べさせていただきまして、締め確認にいたします。まずオルタナティブを取り込むことで美術館もまた変質せざるを得ないということは、言い換えれば美術館もまた自らのオルタナティブを求めることを迫られずにないということで他なりません。先ほど青森の例に見たとおりです。先にも触れましたように現代美術館という名称はそのことを端的に示しているわけです。しかしそれでもなお美術館は現代美術館という名称が美術館という3文字を含むことに示されるように制度としての美術を体現する存在であり続けて現在に至っている、このことを否定することはできません。オルタナティブを取り込むことで自己と非自己の境界を曖昧化しつつ、しかもかかる事態に対する危機の意識によって美術館は、言い換えれば制度施設としての美術館は、美術史のですねとしての美術館、美術をあるいはその美術と非美術の境界の意識、これをですね、曖昧化しつつ、しかし同時に先鋭化しているのではないか、そのように考えます。オルタナティブの時代にあっては、どのようなものも美術足りうる。しかしながら、それでもなお美術が全てではない。こういう状況が我々を見舞っているからです。しかし、それにもかかわらず、オルタナティブの取り込みは美術の存立を脅かさずにはおきません。内包と外縁、定義と集合ですけれども、これは反比例する関係にあるからです。どういうことかといえば、あらゆるものが美術足りうるとすれば、外縁は際限なく広がっていきます。ということは定義が内包は限りなくゼロに近づくという無意味になってくる、そういうことを意味するからであります。最後にドナルド・ダッド登場してもらいましょう。ドナルド・ダッド有名な言葉、誰かが自分の作品はアートだと言えばそれはアートなのという指摘は、美術というものがノミナルな、あるいはノミナリスティックな、つまり名前だけの、存在となったことを端的に告げています。その誰か、つまり誰かが自分の作品はアートだと言えばそれはアートなのだという、その誰かのエージェンシー、それこそが現代の美術館なのだというべきかもしれません。これが結論です。私の問題提起としての結論です。以上です。